お、いった。5ターン以内。予想通り倒せた。65,532 両。これでカンクリか？おひねりいっぱい飛んできた。あー、で、経験値も同じ。1,2,3,4,5,6,7,8,9。9個のおひねり。50両役者。50両役者。全員50両役者？いや、レベル上がるか。ユーナギと、過激を51両かな。クリアしたのか。宝箱がどうなんのか気になるとこなんだけど、セーブできればいいんだけどね。セーブできなさそうだよね。うおー、ヨガヨガ、この天才が負けるだと。うおー、おじさん、早く脱出しましょう。母ちゃん、どうやって脱出したんだこいつら。18番メインテーマ、お箱。お箱だよ。外が騒がしいな。うむ、何かあったようだな。ええ、そのようですね。将軍様がお話になった。しゃべった。魂が戻ったんだ。万歳万歳。お、あ、早いね。あ、おじさんさん、将軍様が、え、天才を倒したから、おじさんさんが、え、すごい、あの天才よ。おじさんよ、この度の働きを誠に見事であった。よくぞあの天才を倒してくれた。あんたは将軍？それとも。どちらにしても私は将軍だ。これからこの世を立て直さねばならぬ。分かってくれるな。おじさん、分かったぜ、将軍様。この世の立て直しは任せたぜ。よくぞ言ってくれた、おじさんよ。そなたの仲間たちにも礼を言いたい。おばさん、弁慶、ゆうなぎ、怪奇王、他のさ、辰五郎とか、あ、言われる、辰五郎、藤娘。私には見えるが、霊としておじさんのそばにいる崩壊坊とかか、ジライヤ、ジロクチ、崩壊坊とお七さんかと、崩壊坊、お七、そうたちの働きに対し、占領役者の称号を与えよう。トロフィーコンプしましたみたいな感じか。この世を救った役者として永遠に語り継がれようぞ。天下太平が戻ったの。あら、シンゴロウ様、今度は何をお作りなんですか？天下太平で眠り続ける我が猫、ネムリンの彫り物を作ろうと思ってな。まあ、かわいい。出来上がったらどうなさるの？私にくださる？がめついね、この女中さん。出来上がったら日光の東照宮にでも飾ろうかな。ははは。あそこってまだ黒塚がさ、引きこもってんじゃねえのか。おお、エンディングっぽいね。グランドフィナーレが。おじさん、本名は花川とスケロク、年齢11歳。え、おじさん11歳なんだ。花川とスケロク、いつも花町より幼なじみのおばさんと、ね、早いって、早いよ。占領役者を目指し、連絡惑星がなんちゃらかんちゃら。おばさん、本名三浦揚巻、年齢13歳。だからこいつマッキーって名前だったのか。いつも花町より幼なじみのおじさんとお江戸へ旅立つ。生まれ故郷花町に戻り、花嫁修行中。エピローグみたいの見れるんだね。弁慶、武蔵弁慶、年齢15歳、武蔵坊弁慶か。出雲は泣きどころ町にて出会い仲間となる。15歳だったんだな、弁慶。現在、音痴を直すため、毎日出雲ガラボケ温泉で特訓中。いいな、これ、キャラのそれぞれの顔が見えるからいいよね。ジライヤ、本名ジライヤ、年齢8歳、8歳だったんだこいつ。いつも魔の山にて出会い仲間となる。お、痛がってる痛がってる、眠ってる。アワ、ジアラ草の洞窟にて仲間を助けるため爆死。下の文章読めなかったな。崩壊坊、本名メミグリ崩壊、年齢69歳。あー、結構年いってんだ。いつもカラオケ洞窟にて出会い仲間となる。いつも捨てられ島にて獣化したジロクシと一緒に消滅。霊となっても相変わらずスケベじいさん。夜になったな。過激を本名何やら何まで詳細不動なのがこいつ。阿波関所にて出会い仲間となる。現在より強い憑依の力を得るため陸奥恐山で修行中。過激をもな、名前と年齢明かしてやれよ。藤娘、本名藤慎之介、年齢16歳。男だもんな。阿波飯田橋にて出会い今日で仲間となる。こんな顔なんだ、ダメージが降った時って寝てる。現在スーパー小山を目指し京で踊りの修行中。ジロキシ、ネズミジロキシ、年齢15歳。こいつも若いな。
今日にて出会い仲間となれ。二十歳超えてる人ってさ、崩壊坊しかいねえじゃん。ドーマのあなた獣の家からおばさんをかばいモンスター化したかなんちゃらかんちゃら。もうこの文字流れる速度をどうにかしてほしい。めぐみ辰五郎年齢18歳。たっさんでさえこれ、これで18歳ってやばくねえか。火の国公開村にてなんちゃら、火の国で火消しとして活躍中。霊となった恋人を師匠今も愛し続けてる。もうたっさん こそ35歳ぐらいだと思ってたんだけど。八百屋七、年齢16歳。火の国のびがはらにて出会う。五七も若いな。道化橋で徳兵衛によって刺され死ぬ。霊となった今も恋人辰五郎を愛し続けてるなんちゃらかんちゃら。なんか俺が想像してたよりもね、みんな10歳ぐらい若い。浜優凪年齢、こいつ浜って名字なんだ。陸奥清めの滝にて出会い仲間になる。おお、しかめっ面。現在陸奥清めの滝にて結界おばばたちと修行中。何歳なんだろうね優凪。40歳ぐらいなのかな。いやでも多分10歳ぐらい若いでしょ、俺が言ってたより。最後までご観覧いただきまして誠にありがとうございました。再び皆様とお目にかかれるよう、出演者一同より一層の稽古に励み努力なんちゃらかんちゃら、皆様の健康と幸せを祈りつつお別れしたいと思います。ではエグゼクティブプロデュース横山秀樹。いや終わったな、長かったな。パート45ぐらいか。長かった。あとはもう感動のスタッフロールを見て、過去の回想を見て終わりだ。いやー、これエンディングはエンディングでパート区切っていくかもしんないな。ラスボス戦のさ、ラスボス撃破する瞬間のところからさ、ここの部分でもうすでに14分ぐらい経ってるから、パート区切ってもしかもしんねえな。14分も経ってねえが、11、2分かな、多分経ってるけど、まあエンディングもエンディングで20分ぐらいかかりそうだからあー相変わらず女風呂覗いてんな。エンディング用のパートにしてっかもしんないな。パート46エンディングみたいな感じでやってっかもしんない。まあ46か47かわかんねえけどさ。でジライヤか、懐かしいな。緑色全身8歳か。あったな、こんなところ。弁慶が幽閉されてた場所だっけ。懐かしいな。俺ここに宝箱あるんじゃないかって勘ぐってたんだけどさ、映像どうなんだろうね、映像のもう一個の宝箱で。あとラスダンか。もう宝箱も気になるしな。一応これでまあエンディング見て全部終わりみたいな感じになってっけど、やるとしたら作曲パート、まあ、おじさんがお箱作れるからさ、 A から出してんの私と一緒にいるねこいつ。A から出してんののアイコンあんな感じなんだな。まあお箱作る、お箱でなんか作曲するパートと、まあ、宝箱の全回収パートと魔法、まあ、歌舞伎ロックス全魔法集みたいなやつとか、あとボス戦の何全ボス撃破集とか全ボス戦集みたいなやつ、この4つを作ろうかなって思ってんだけど、まあ時間かかるだろうな。特に宝箱回収編は地域ごとに分けるかもしんない。まあ、陸奥、出雲、何、江戸、大江戸、京、火の国みたいな感じで、それぞれ地域ごとの宝箱回収みたいに分けるかもしんないから、まあ、何パートぐらいになるんだろうな、わかんねえ。で、次やるゲーム、アクションって言ったけど、それもちょっとまあ、未定な感じだからな。どうすっかね。いや、まあ、最近ちょっと忙しいっつうのもあって、もしかしたら動画の投稿自体、まあ、1週間か10日くらい、まあ、場合によっては12月いっぱいぐらいまで休むかもしれないんだけど、まあ、ちょいちょい自分の時間見つけながら、まあ、その辺のやり残した作りたい動画、魔法集だったり、まあ、宝箱集だったりの動画、さすがに1ヶ月間休むってことはないと思うけどよ、まあ、小出しにしていくかな。さすがに連日の投稿は時間的に厳しいからな。まあ、一応今後の方針に関してはそんな感じだわ。このエンディングの懐かしい光景を見ながら今後について語ったわけだけどよ。5人並んでるね。これラスボス倒した時のメンバーが最終的に今の配置になってんだろうな。辰五郎とか藤娘もパーティーに入れたかったな。あいつらなんか能力的に低い能力だったから入れなかったけど、
実はラスボスの弱点は藤娘の客の座布団だったかもしれないしな。もうちょっと使えばよかったね、他のキャラクターもね。エンドと、いや久しぶりになかなか長編の RPG だったんじゃないか。これ何、一番最初のスタート地点、え、これって何、どういう扱いになってんの。セーブできんの、リセットされてない、あ、されてないっぽいな。はあ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 。え、じゃあ何これ、宝箱保存されてるってこと。ちょっとなんか気になったから2回セーブしたんだけど、1回今日の街行かせてくれ。このままもうエンディングトーク兼なんか宝箱のなんか確認、犬町でね、ちょっと宝箱の確認とかもして、ただのエンディング動画ではなく、なんつんだろうね、エンディングプラスおまけ的な感じの動画になってんじゃないか。あ、道のくかかってんだね、今。オタッキーのところ行って、いや、でもよかった、これセーブしてそのまま続けられる感じだったらさ、わざわざまたボスのところ行って宝箱の回収しなくてもいいもんね。もうボスもいないのかな、これもしかしたら。特会に来たのか、今特会はしないんだけど、オタッカー2世、え、1世はどうした、一世は何、死んだのか、全クリしたことによって死んでしまったのか。その天才に実は魂抜き取られて、こいつが二世になったのか。まあいつ抜き取られたっちゅう話なんだけどさ、未回収27ってことは、お江戸にあと25個も宝箱残ってるってことか。だよな、だってそうだよね、出雲に2個、いつも1個でしょ、あと映像に1個でしょ、ってことは俺、お江戸の宝箱25個。あ？うん、いや、いいんだ、映像だもんね。1個でしょ。で、お江戸の宝箱、ただ25個くらい残ってるってことでしょ、これ。いやいや、骨折れそうだね、これはね。いやー、でもよかったよかった。うん、このすでに回収してる分は、ちゃんと回収した扱いになってるからさ。また、お江戸のあの、ラスボスの戦ったお城の、なんか、くまなく探す必要はないな。ちょっと行ってない道あるから、そこの宝箱は、まあ、宝箱回収パートで回収するんだけれども、まあそれ以外はいいかな。うん、まあ自力でお江戸の宝箱の回収パート1個作って、まあそれで無理だったら、集めきれなかったら、まあ攻略見ながらやるか。いや、まあいいか、自力でやって、普通にそのパート内で探しきれそうになかったら、もうそのまま攻略サイト見ながらやって全回収するっていう感じにしようか。まあとりあえず今のところ俺はもう疲れてしまったから、この辺でセーブして、まあラスボスも倒したことだしな、終わっていいんじゃないかっていうことで、まあ最後まで見てくれた視聴者ありがとうよ。次回作に続く。